さんこんにちは、めぐです。今日はですね、こんな感じでカットソーにデニムでちょっとカジュアルな格好をしてるんですが、もう少しモード感のあるスタイリングに着替えて代官山に遊びに行こうかなと思っております。では着替えます。はい、スカートがこんな感じです。こちらは日本のブランドでサルガムというブランドのスカートですね。もともと幼児山本でパタンナーとして活躍されてた方が作ったブランドになります。スリットの入り方もすごく面白いんですが、ちょっとこう裏地もあえてツヤっぽい生地でそれを見せて履くようなデザインになっております。すごい可愛いですよね。これすごいお気に入りです。ニットがこちらです。こちらのニットも日本のブランドでチノというブランドのニットですね。数日前にもコレクションランウェイで発表されてたんですが、こんな感じでこのニットはお袖を折り返すとボリューム感が出て可愛かったり、上品なんですけどこういうデザイン性もあるブランドで、何年も前に買ったニットなんですけどすごく着てますね。こんな感じです。見えますかね。このイヤカフは数日前に届いたばっかりで、最初雑誌で見つけてから次イヤカフを買うときは絶対このブランドのものを買うって決めてて、やっと注文しました。ノウハウというブランドのイヤカフですね。こんな感じで別のブランドのアクセサリーと重ね付けしても品よくバランスよくまとまるのですごくお気に入りです。マーク・ジェイコブスのザ・ボックスというシリーズのバッグですね。色も可愛いんですが、こんな感じで持ち手がシリコンになっていて、遊び心がとても素敵です。あえてこのピンクを今日は持っていきます。シューズはこちらを履いていきます。マルジェラの旅ブーツです。結構これ履くと一気にモード感が出てスタイリングに箔がつくのでおすすめです。歩きやすいしめちゃくちゃ入ってます。ではこんな感じで今日は遊びに行ってきたいと思います。皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもファッションやそれ以外にもおすすめの情報を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をしてご覧になっていただけますととてもとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。